お、おい山子、あそこを見ろ。もしかしてあれが宝の帝じゃないのか。病で寝てるなんて話だったが、どう見ても野郎が都の霧の元凶じゃねえか。さてあいつをとっちめるにはどうしたもんか。さすがにオイラたちの体も蚊帳を通り抜けるほど小さくないぜ。でも雲が助けてくれそうな気配。上まで行ってちょっとずつ移動していく感じかな。ちょっとゆっくりになってほしいかも。あ、全員止まるの？うわ、全員止まるんだ。まあまあまあ、それはそれでいいけど、それはそれでいいんですけど、 OKOK、 ゆっくりになってくれればさ、アクション苦手でもなんとかなるかも。また鳥居がある。鳥居ちょこちょこあるのマジでありがたい。でここを通っていく。どこ行く、どこ行く。あー、鎖雲、鎖雲を、じゃあその辺で止まっててほしいかな。よし。うわー怖い、通り過ぎたぞ。止まっててねと。で宝箱開ける。あ、宝の帝の屋敷の地図、やったー。これでマップ、ほう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 。さっきうろうろしてたのは1階だね。今2階にいるんだ。結構広くない？あ、でも通ったとこもあるかも。もうすでに通ったとこもありそう。こっちまだ行ってないよね。ここ怖くない？細いんだけど道が。よいしょよいしょ、怖い怖い。でどっち行けばいいのかな。あれは一寸が取ってくれるやつ、ありがとう。で、あとはこっちかな。こっちは行き止まり。この先はここに降りられるのかな。ダメって、ダメなのか。ここ降りちゃいけないんだ。ほうほうほう。そしたらこっちじゃないから、もう一回ここ通してね。こっちは行ってないかな。通してちょう。うろうろしてる。これはまた初めて見る色の雲だな。あ、わわわわわ、振り落とされた。乗っかると速くなるんだね。わかったよ。したら待って、これで合ってんのかな。無理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 。速くなった途端にこれをやればなんとかなる。でもうちょっと、そうそうそう、あっちが近づいてきたらあれに乗りたいんですよ。乗れる？乗れた乗れた。待って待って、そんなに速く動かないで、怖い、振り落とされるから。よし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 、いけた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 、行けたよ。そしてどこに行けばいいんだ。こっちは行き止まり、こっちも行き止まり。ってことはこっちか。で、あれは一寸に取ってもらうやつ、ありがとう。そしてここを、早いな。
止まっててもらって、早い、めちゃめちゃ早い。でもなんか駆け抜けられたぞ。あ、なんですか、え、顔色悪っ。ミロを真下に宝の帝が寝てやがら、まるで飛び込んでくださいとでも言いたそうに大口開けてよ。怖い、飛び込むの、ここ行きますけど。嘘でしょ、怖い、体の中入っちゃった。アマコ、お前なかなか大胆なことするじゃねえか。確かに元を立とうとするならこれが一番手っ取り早いかもな。これ何、おいおい、ずいぶん可愛いもんがあるじゃねえか。いや、宝の帝のプフフフフフ、のどちんこだぜ。あれにちょいといたずらしてやりゃ、宝の帝のやつはくしゃみでもしておいらたちを外へ放り出すかもな。まあそんなことはどうでもいいから、早く奥へ進もうぜ。なるほど、じゃあ出たい時はこれをパシッてすればいいんだろうな。ねえ、ちょっと待って、胃酸で溶かされない？気持ち悪い、人の体の中マジで気持ち悪い。わあ、殺される、なんかだって殺される。ちょっと待って、セーブしてから行く。はい、とりあえずセーブはしました。じゃあここ、キモ、ここ入っていきましょうね。何ですか。さて、この向こうには何が待ってるかな。ここまで来りゃ何が出てきても驚かねえが、まさかアマコ今更帰るなんて言わないよな。もちろん大丈夫です、セーブもしたしね。いい返事だ、今回も腹決めて一丁行くぜ。考える前に飛び込めってな。何が待ってるの、いきなりボスになったりする。あ、でもなんか黄色い鳥、黄色い鳥がありました。まあ、ボスはもうちょっと先だろうな。ここもちょっとダンジョンっぽくなってるのかな。マジで気持ち悪くない？胃の中とかに落ちたら普通に、あれ、ここもしかしてボスかな。考える前に飛び込め。え、待って待って、よいしょ。あ、怖い、あ、無理、怖い、何かが始まる。あー、なんか刀刺さってる。まさか信じられねえ。何が、状況把握早くない？アマコ、この霧、生きてやがるぜ。え、どういうこと霧が生きてる、お化けみたいなこと。あの刀から、あー、なんだなんだ、幽霊幽霊。これ弁慶、あ、違う違う、疫病、あ、待って、読めなかった。誰ですか。疫病、この者の体を操り都中に撒き散らしたる我が悪夢、それを払おうなどとつまらぬ真似をしている犬畜生め。だがここが人間の体の中とあっては容易に手が出せまい。そっか、宝の帝様が悪いやつじゃなくてお腹の中に入ってこいつが悪さをしてたんだ。じゃあ宝の帝様を傷つけるような戦いはできないのか。天下一と誉れも高き、この妖刀金釘が貴様の血を吸いたいと泣いておる。さあ、撫で切りにしてくれるゆえ、そこより一歩前へ出ろ。で、どうしよう、強そう。あれ、一寸、え、何、一寸かっこいい。へっへ、なんぼでも出てやるぜ。金釘野郎とは傑作だい、てめえは名前でも負けてら。この無粋者め、名前でもう負けてる。よいか、ここは宝の帝の胃の負の中、ここで暴れたらこの者の体は、チートばかりここで暴れりゃ気づけ薬が省けるってもんよ。それより都の切り騒ぎは全部てめえの仕業かい。人間の体の奥底に取り付くなんざ手の込んだ真似しやがって。この一寸様が天下の切れ者伝光丸で、かっこいい一寸、その生倉刀をへし折ってやら。え、頼りになる。あー、捕まえた捕まえた。乗って乗って。
イースくんがこれ何どんな技使ってくるんだろう。ここで覚えたさ遅くなるやつとか使ったらどうだろうか。あ、いい感じ。あ、ちょっと与えられてる。あ、無駄になっちゃった。あ、ちょっと怖い。すぐにこれ使う。おー、あ、無駄になっちゃった、無駄になっちゃった。でも今みたいな、早くない。この刀をさ投げてくるやつは遅くしたい。あ、術が解けちゃう。おーおーおー、来ないで来ないで、逃げろー。あ、分かったぞ、分かったけど遅い。あの刀放ったらさこの体から刀全部抜けてるんじゃない。あの、だいだ遅かった。あの刀放とうとしてる時が一番無防備なのかな。放とうとしてる、放った後。あ、攻撃加えられる。緑になっちゃうとダメなんだ。お、来てる来てる、今だ。あ、よしよしよし、目回したのでは。待って、ここにあるじゃん、これを攻撃する、これ攻撃する。あ、入ってる、ダメージ結構入ってる。いいじゃんいいじゃん、今のいい感じだった。向かってくる時にさ遅くすればさその向かってきてるところを攻撃できる。あ、この瞬間この瞬間、いや、アマーコーが足が遅い。遅くして、よし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 、刀が一人になった。刀一人になったら攻撃する。おっと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 、なんだ、何してくる、震えてる。こっちに向かってくるか。来た、この瞬間もちょっとダメージ入るけど動いてるから狙いにくい、すごい。よし、次はまた剣。あ、待って、これ当たるかもしれん、当たるかもしれん。逃げて、ちょっとしか与えられないよ。今だ、向かってくる。こうするじゃん、でこの瞬間を殴ればグレーになるじゃん。それで剣が一人になるからこれをやる。もうちょい、いけ、やったー。私にしては気づくの早かったかも。もうちょっと倍くらいの時間気づかないけど、いつもだったら。消えていった。こんなに大暴れしてよかったのかな。あ、これあれじゃん、マガタマの武器、大好き大好き。神器血返しの玉を手に入れた。精錬なる光をその身に宿したマガタマ、常連の力を持って敵を中する。マガタマ武器マジで大好き、飛び道具っぽくて超使いやすい。都中に立ち込め人々を苦しめていた毒の霧は都の貴族宝の帝の体に救う妖怪疫病の仕業だったが、積年の怨念を宿した妖刀金釘こそこの妖怪の実体だったのじゃ。ってことはあの刀が生きてるだけでこの亡霊っていうのは実体がないのかな。そしてアマテラスとイッスンはこの難敵に立ち向かい見事退治してみせたのじゃった。いや、この語りいつも誰なんだろう。疫病が滅び去るとこの妖怪に操られていた帝は正気に帰り、都を覆っていた毒の霧もすっかり消え失せた。戦いを終えて引くと息つくアマテラスたち、じゃが思いもよらぬ光景がその安らぎの時を引き裂いた。何ですか、バラバラに砕け散ったはずの妖刀金釘からもくもくと立ち上った見覚えのある奇怪な容器。これあれか、ヤマタノオロチ倒した時にも出てきたやつかな、違う、闇のように真っ黒い妖刀金釘の怨霊じゃ。そしてそれは間違いなくあのヤマタノオロチを退治した時に空へ散った黒い影の一つだったのじゃ。やっぱ同じか、そのうちの一つがこれだったんだ。そのよどんだ怨霊はあっという間に空へ登り
遥か海の彼方へ飛び去っていった。まるで己の仲間へその身を捧げに行くかのように。アマテラスたちには休む時間などありはしなかった。都の人々が元の生活を取り戻すには海で暴れる水流の脅威もまだ残っておったのじゃから。そうだった、あいつ襲われっぱなしで何にもやり返してないや。おっと、それからこのお話にももう少し続きがあるんじゃった。ほれ、お前さんも一つあれを忘れてはおらんかの。何ですか？っていうか誰？へっへ、ざまみろい、このイスン様に立てつくにはあと10尺は足りないってんだそうだね、この体の中にいたってことはすごいちっちゃいから大きくなったらペシって手のひらで潰せたかもしれないさーて、アマコ、妖怪退治も終わったし、ここで一丁いつもの勝ち時を。といけねえ、すっかり忘れちまってたぜ。ローにはまだかぐやの姉ちゃんが囚われてるんだっけ。そうでした、かぐやの姉ちゃんはどうして囚われてるんだ。それもわかるかな。とりあえずここから出ないとね。アマコ、このおさんまだ寝てるようだな。あんなに暴れたのに起こして説明するのも面倒だし、一応このままおっさんを操って鍵を開けさせるってのはどうだい。操る、そんな寄生虫みたいなことできる。分かってないようだな。まあ見てなって。どうやるの。あ、ボヨンボヨンしてる。大丈夫、おえって吐き出されちゃわない。ふう、まずはこうやって胃袋を引っかき回して。マジで消化されそう。うわっとっと、わかった、なんか難しいことさせるんでしょう。あの滝の時みたいな感じで。やばいって、起き上がってるよ宝の帝様。これ操作すんのかな。お、おい山子、大丈夫か。ほら、なんとか帝のおさんを立ち上がらせることはできたようだぜ。それじゃあこのままおっさんを操ってかぐやの姉ちゃんのところまで行こうじゃねえか。行ける。あ、そんなに難しいことじゃない、普通に動かせるけど大丈夫そう帝様、歩き回れるほど回復されたのですか。牢にいるかぐやなる者、帝様に仰せつかった通り捕らえましたが、罪なき者を牢に入れるなどと一体なぜそのような命を。いえ、私には帝様の崇高なお考えが計りかねますゆえ。そういうことを言ってくれるだけで、お部屋に戻りなさいとかは言ってくるわけじゃないのね。そういうさ、ステルス系のだったら無理だと思ったけど。宝の帝様、医者の治療もお受けにならないと申されておりましたが、ここはしっかり医者のもとで療養されてはいただけないでしょうか。都の民の中にはこの屋敷が病原だと申す者まで。まあそうだったんだけどね。いえ、私はそのような考えは一切持っておりませんがちょっとみんなに気使わせて罪深いよ。どっから外に、あー、ここか、鳴き声聞こえる。開けてあげよう。あ、あなたは宝の帝。あなたが現れたということはまさかあのお二人は。ああ、そんな、私が巻き込んでしまったばっかりに、私はなんとお詫びをしていいのか。そうだな一寸中から喋ってんのかな。それじゃあまずは月見団子を100個ほど用意してもらおうかい。え、なんでな、プハハハハハ。その声は竹姉ちゃん、オイラたちがそう簡単にくたばってたまるかよ。おっさん腹ん中の悪い虫に操られちまってたけど、オイラたちが片付けといてやったからそのうち元に戻るだろうぜ。おっと、その前におっさんには牢の鍵を開けてもらうとするかい。よっこらセット全て操ってる。よかった、本当にほっとしました。ほれ竹姉ちゃん、立ち話の時間はないぜ。どうやらこのおっさん妖怪に操られていただけのようだが、屋敷中が大騒ぎにならないうちにどこかへ逃げた方が面倒がねえや。さて、あんま子、おいらたちも出るとするか。ここをこうして、こちょ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 、くしゃみしてくれる。おお、しかも大きくなった。アマコース、その顔、やっぱりあれをやりたいのか？勝ちどき。
確かにあれがないと締まりが悪いからな。竹姉ちゃんも無事逃げたようだし、それじゃあ一丁帝のおさんに目覚めの一発決めてやりな。いや頑張りました。楽しかったな。でもちっちゃくなるの。あ、起きてるじゃん。待って頭になんか宝船乗せてるね、この人。宝の帝様。うーむ、チンは今まで一体何をしていたのじゃろうか。病で寝込んでいたらしいのじゃが、全く覚えがない。確か都に竹細工を売りに来たかぐやという名の娘が持つ火の海を渡ることができる秘宝を一目見ようとしたんじゃが、そんなもの持ってたんだ。なんだろうそれ。彼女をこの屋敷に招こうとしたところから記憶が途切れておる。ってことはさ、その宝物秘宝をこの人が見ちゃダメだったってことかな。まるでつきものに疲れていたかのようじゃ。人騒がせなおっさんだぜ。まあ竹姉ちゃんも無事だったし、今回はお咎めなしにしてやら。白い狼と、そして面妖な動く飴玉飴玉眠っている間夢の中で見たような気もするが、ともかくこのような失態、早く卑弥呼殿にお詫びせねば。卑弥呼？そうだ、尼子、都中を巻き込んだ今回の騒動、女王卑弥呼がだんまり決め込んでるとはどういう了見だい。確かに何にも言ってくれないし、何にもしてくれてないよね。天命の屋敷にこもりきりで高みの見物なんて承知できねえ。一言文句言わねえとムカッパラが収まらないぜ。ところで白い狼よ、お前の顔を見ておるとなぜか心が和むの。なんかいいこと言うじゃん。可愛いでしょこの顔。腹の内まで見透かされてるような、そんな安心感があるわい。まあ、体内に一回入りましたからね。そりゃあんたの肌の中は知り尽くしてるからな。チンは妖怪牙という秘宝を集めておるのじゃが、お前にはその妖怪牙と交換でチンの宝物をくれてやってもよいぞ。これさ、妖怪牙って交換できる人、他のとこにもいたよね。アガタの森かな、なんか旅商人的な人が。この人も交換してくれる人なのかな。狼に宝をやるなどとバカにされようとも、お前はチンの幸運の狼、きっとご利益があるはずじゃ。お前もその鼻で妖怪牙くらい拾い集めているのであろう。さあその牙とチンの宝物を交換といこうではないか。そうちょこっと集めてるんだよ今。11本。なんかさ、ナンパ船の中で見つけた妖怪がポコポコ落としてくれたんだよね。これ何ですか。妖夢無菌病炭、霧隠れの裏門所が刻まれた氷炭。裏門所？物ザネの大鏡を行き来する力を封じている。物ザネの大鏡ってさ、物ザネの鏡って確かセーブポイントでしょ。大鏡ってなんだろう。これワープできるとかってこと。あの10っていう数字、これさよく見にくいけど、このひょうたんに書いてある10っていうの書けば、バッテン書けばワープできるとかってことかな。すごいな。これちょっと欲しいけど80本も必要です。いつになったら手に入るのでしょうか。へえ、髪飾り魔除けの鈴、これ使うとあの妖怪の絵巻が追ってこなくなる。でも20本で1つ、どれくらいの効果あるんだろう。消費アイテムかな。消費アイテムじゃないのかな。これとかさ、髪飾りご神木枕、一度眠ればお伏せと引き換えに傷を徐々に癒してくれる枕。アマコンの太陽器 HP ってさ、あの自然回復しないんだよね。それがしてくれるようになるの。でもお伏せってことはお金かかるのか。謎のアイテムがいっぱい。これ集めた方がいいのでは。めちゃめちゃ無視してたけど、まあでも今までまだね、あの無駄遣いはしてないから、もっと貯めていって、消費アイテムじゃなさそうな大事そうなものに交換していこう。とりあえずはいいです。また妖怪牙を集めたらここへ交換に来てくれよ。宝の帝様、いい人だった。よかった。
なんか宝箱あるんだよ。お、開いた。おしゃれなすだれじゃん。めちゃめちゃいい雰囲気の場所なんですけど。さすが王様的な人が住んでる場所だね。この縁側いいな。あー落ちた。ここお庭か。あーすごーい。お金持ちの人が住んでる場所。宝箱を待ってた。あードラゴンボール。これ絶対さ取り逃してるんだよね。ドラゴンボールいっぱい埋まってるじゃん。ここごれワンワンしまくろう。めっちゃたくさん宝箱埋まってた。勝手にいっぱい取った。こっからは外。ちょっとあのさ、このお屋敷の中にいる自住の人にも話聞きたいな。こんにちは。宝の帝様はすっかり元気になられて元のお優しい帝様に戻られた。しかしまるでつきものにでも疲れていたかのようであったな。今この中津国を不穏な空気が包んでいるが、この西安京にもその麻痺は伸びているのだろうか。きっと伸びているんでしょうね、あの黒いモヤモヤが。あ、なんか廊下に入れた。黒いモヤモヤが伸びていってるからさ。なんだここは。あ、ここあれか、宝の帝様の寝室か。ここで寝てたよね。ここちっちゃくなって登っていったんだ、この上とかに。大冒険だったな、こんなに狭いところなのにさ。こんにちは。宝の帝様が元気になられた途端、都から毒気がすっかり消え失せた。やはりあれは帝様についていたもののけの仕業だったのだろうか。ともかくこれで都の民も病の苦しみから解かれると良いが。そうだ、霧が収まったからきっと都の様子も良くなってるはずだよね。都の様子を見に行ってみましょう。というか卑弥呼様。